か偉い。お、なんか偉い、なんかカメラ装備がやっぱり GH5 が1個増えただけで妙に装備が満載になってしまったけど、今日もまた GH5、 YouTube、 iPad Pro プラス GH5 YouTube 練習を引き続きやりたいけど、なんかまた騒がしいね。どっかいい場所を探して、この辺かな。なんかあのケーシーはあのカメラを置く場所見つけるのうまいっすよね。こういうところにカメラ置いて自撮りでやってっけど、あのスタイルを真似したいけど、なかなか結構難しいと思うんだよね。こんな感じでやってんでしょ。さあ、おはようございます。今日もなんかこのどうやってこう自撮りすればいいのか、カメラ固定して外で自撮りするの結構難しいんだけど、ケーシーすごいよねっていう話を今してたんですけど、このドリ散歩で今ね、このカメラありつつこのカメラありつつやってんですけど、今日も GH5 で撮影はしつつ、これを撮って出しそのまんま iPad Pro に取り込んで YouTube 編集の練習を続けたいと思います。ただちょっとね、色味は変えた、あのビビッドに変えました。昨日までフラットだったんだけど、今日はビビッドでいきます。ということで、今日も気持ちのいい朝だけど、ちょっとね、あのサンフランシスコらしい肌寒さが戻ってきましたね。じゃあここまで撮って、一旦やっぱりね、運転中危ないから GH5 はしまわないといけないので、このカルマグリップは意外とつけっぱなしで変なもん映ってるとは思うけど、でもその場合一応つけっぱなしであの脱着できるのがいいっすね。この脱着できるとは言えないけど、でもあ、でもついに天地がひっくり返してしまった。あれ、うちのオフィスのセキュリティのおじさんがこんなところにいる。さあ、じゃあこれ撮影は継続されてるよね。よし、じゃあ忘れ物ないかな。よし、荷物も忘れてなくて、でね、ただ若干秘宝っぽい感じなんだけど、あの昨日一昨日のドリ散歩で、僕もドリ散歩はさすがに全編、通しでチェックしてるわけじゃないからあんまり気づかなかったんですけど、あのノイズがマイクにノイズが乗ってるっていう指摘がありまして、あれって定常的に乗ってるわけじゃないでしょ。あのパッと見は普通に撮れてるように見えるんだけど、たまになんかバリバリっていうかガリガリっていうか、何ザザザっていうか、そのほんと接触不良みたいな音が乗ってるのは僕も確認できたんだけど、あの音がおかしいっていうフィードバックはそこの お兄さん早い、そこの話ですよね。もしその件であれば、やっぱりあれって水没ダメージなんじゃないのかとちょっと思ったりするんだけど、どうなんだろう。水没、ね、結局予備マイクにすればいいじゃんっていう話もあったけど、結局そんなリスクを抱えたら予備としても使えないよね。どうしようかな、やっぱり。でもなんか水没側がどっちの問題なのか、もしかしたらそのロードのマイクって、あのアダプターのところのこの特殊なすげ替え式アダプターのところが
あそこに水没したらなんかダメになりそうな気もするんだよな。そっちのノイズとかないかな。一応今日今一度、接続部分見直して、ちゃんと装着して締め直したんで、ちょもう 1,2 回様子を見て、それで効果を確認したいんだけど、もしそれでおなんか iPad で写真を撮る、 iPad で写真撮るのもなんか全然見慣れてきたら違和感なくなってきましたよね、すっかり。だからとりあえずその設定を、おぶねおぶね、なんか降りるとき今の鉄板のとこ、これをなんかもう自撮りで撮ってもらいたいな。なんか降りた時にブーステッドボードの上じゃなくて降りたプレートがすっげえ、やっぱなんかホコリがやばいな。なんかちょっと恥ずかしいわ。なんかあの鉄板のプレートの部分の上がすごいホコリっぽくて、降りた後ろ足がズズって すりこけた。いやこれ本当今のででも分かった、やっぱりホコリがやばいことになってんだサンフランシスコ。いやなんか昨日とかも煙、砂ぼこりがすげえなと思ってたんだけど、あのもう見るからにやばいっていう砂ぼこりが飛んでる感じがあったんだけど、路面の上相当なんか細かいホコリのような砂というかあれが堆積してますね。だから今もうあの鉄板みたいなところだともう靴がつるっと行ったもんね。怖いわ、今ヒヤッとした。だからブーステッドボードもいつも同じように走ってると思ってるけど、多分このグリップがだいぶ変わってるはずだから、あの走る場所気をつけないと。特にこういう鉄板系の上を走るときは気をつけないと、これ危ないな。真面目な話、真剣に事故んないようにしないと。いや明らかにね、なんかが何のせいなんだろう、その火事の影響はもうないはずなんだけど、山火事の純粋に工事が多すぎるんじゃないかな。なんかボーリングもすごいしてるし、なんかもうガン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 ってやってすごい、なんか穴開けまくってるから、それでなんか砂ぼこりが舞いまくってるような気もするけど、だってこうやって喋っててなんか途中でだんだん喉がおかしくなってくるもんね。あの朝とか帰りとかもそうですけど、しかし昨日のあの iPad Pro での動画編集どうでしたかね。あれはやばいでしょう。このまあいろいろタイトルテキスト問題、あねみんなねフォント警察マジ厳しいわ。何度も言ってるけど、あれ iPad Pro で動画編集する一発目だからね。いきなりいつものあのプレミアでやってるのと同じところを目指してないですから、僕は一応ちょっとずついろんな機能を使っていって、一個ずつこう良くしていこうというので、昨日はまあ最低限ですよ、最低限。しかも編集時間で言ったら30分ぐらいでやってんじゃないあれ。編集時間コストで考えると相当効率良かったけど、まあそれもねまだ慣れてないワークフローでちょっと試行錯誤を入れながらでそんなもんだから、いや相当効率いいんじゃないかなとは思うんだけど、なかなかみんなねフォント警察が、フォントしょぼい、タイトルしょぼい警察の皆さんがでもまあすげえ参考になるけどね、やっぱりここは変えるべきなんだっていうポイントが分かるんで、遠慮なくコメントはいただければと思いますけど、でも本当ねおっしゃる通りではあるんだけどね、まあ、分かってるけどちょっと一回デフォルトのやつでタイトル入れてみたいじゃんって思ったこの魔が差したぐらい、まあ、今日はもうまた違うパターンでやりますよ。いろいろだからパターンをタイトルオープニングどうするかとか、
いろいろパターン考えてんすよ、こう見えて誰に言い訳してるんだって感じだけど、今日もまあでもね、 iPad Pro の動画ね、編集結構楽しいかもしれない。その僕はこれを声を大にして言いたい、少なくともまず僕がもう2年前ぐらいにこの YouTube を始めた時に、iPhone だけで iOS だけで動画編集をするっていう環境を一瞬頑張ったけど挫折した時とは前提条件がもうだいぶ変わってますね。だから例によって意見が変わるように見えてもやっぱ前提条件がそもそも違う。これがまあまず最初の言い訳というか、強調しておきたいところで、かつiPhone の やっぱもうこうなってくるとね、 iPhone と iPad はもう Apple も完全に別物にし始めてる気がするし、これもさ、結局 iPad Pro の初代が出た時に iPad Pro はもうそうやって生産性ツールの方向にちょっと行ってほしいと言っていた方に結果歩いてるから、もう Apple すごい言うこと聞いてくれてんじゃんってドヤドヤしてみますけど、iPad で動画編集と iPhone で動画編集は全然違いますね。その iPhone でやってないから、やってないのに大きなこと言うなって言われるかもしれないけど、違うと言い切りたい。だってなぜならそのスマートキーボードがないもん。スマートカバーキーボードがなければ、あ、まあ、iPhone で外付けキーボードをつけたらいいのかもしれないけど、あの iPad でスマートカバーキーボードで、iMovie がかなりショートカットを充実できたんですよ。でショートカットがね結構神がかってる、セレクションが、あの本当に僕が使う最低限プレミアで使うショートカットにしてる部分と、の必要なものはあの完全に揃ってる感じで、もちろん赤じゃ、あのお姉さんが渡ってっから急いで降りてボタンを押さずに行こうと思ったら思いっきり赤でした。あのね、これは動画編集したりとかプレミア使った人にだったら超響く話だと思うんだけど、あの W と Q のキーショートコマンド、タイムライン あのカーソルがある位置からクリップを、クリップなんか1個のクリップの中で再生位置からクリップの先頭までを一気にガツッと削るとか、逆にクリップの再生位置から、クリップのお尻までを一気に削るっていう、そのトリムショートカットが、これが神なんですよ。大体やる編集の作業ってその一個一個クリップを、再生しながら最初と最後の部分を、まあ、削っていくっていうで、余分なものを外してテンポよく動画をこうつないでいくっていうのが、まあ、僕とかがやってる動画編集の、基本操作なんですけど、これがね、もうこれをプレミアは W と Q だけでサクサクできるっていうのがもう最大なんつうの、もうこれがないと生きていけないって感じなんだけど、iMovie はそれが昔はできなかったし、あれをドラッグマウス、あの指でね、タッチパネルでね、なんかあのクリップの先頭をドラッグアンドロップしながら、いや、超ちまちま調整していくのはありえないと思っていたんですが、スペースで再生と停止をトグルしながらそのカーソル止めて、で左右の矢印でちょっとこう、フレームを移動したり、あとこれもまたね、あのプレミアと同じでシフトをしながら左右矢印だと10フレーム単位だからね、5フレームだから10フレーム単位で動かせるんですけど、これも非常に重要で、ちょっと大きくジャンプできるんですよね。でそれがサポートされてるから、まあ、基本はスペースでさ、これ改めて動画で説明しようとは思ってますけど、スペースで再生しつつ、あ、ここら辺からいらないなと思ったら停止して、で Adobe Premiere だと W か Q で前後にカットするんだけど、そこはねキーボードショートカットはさすがに変わってて、コントロール左ブラケット右ブラケットだったかな、あの四角カッコみたいなやつ、エンターキーのそばにあるやつね、あれで、あ、日本語キーボードだと場所違うかもしれないですけど、あれで、できる。
あのさすがにね、ワンストローク系のショートカットはあのマニアックすぎるんだと思うので、本当は入れてほしいけど、基本はコマンドなんとかコントロールなんとかオプションなんとかみたいな感じで操作する。まあ Mac 使ってる人だったら全然そっちの方が慣れてると思うんですけど、それでまあ何せショートカットキーボードでサクッとトリムができるっていうのはもう神。あとコマンド B で、今見てる、再生カーソルのあるところでクリップをぶった切れるので、これもまあ僕はこれをX に割り当ててるんだけど、全部単押しのキーボードショートカットに割り当ててるんだけど、まあ、そこはどうしてもね、就職キープラスコマンドになっちゃうけど、でもまあ全然問題ないです、慣れの問題。唯一気になったのはあの iPad ってなんかコマンドなんたらとオプションなんとかとコントロールなんとかが非常になんかいろいろあって統一感ないなっていう気はしたけど、まあそれも慣れかな。だから話をもう一回整理すると、再生停止で左右の、細かいフレーム移動は左右矢印で、あとシフトのコンビネーションも使ってできつつ、で止めた再生位置をから 前方か後方のクリップをキーボードショートカットでカットし、かつ、分割もできる。だから、基本編集操作を言いたいのは、基本編集操作が全部、スマートキーボードで、スマートカバーキーボードの、まあ、外付けキーボードでもいいんだけど、ね、キーボード操作で基本編集が全部できる。これはね、もうこれがあるかないかでもう天と地というか、使い物になるかならないか僕の中ではもう確定で、これができるようになったから、今独り言してるのをお姉さんが話しかけられたのかと思って振り返られてしまった。これができるようになったから、もう結構 iPad 動画で編集ができる。これだって俺これができないっていうのをだから何年前に訴えたよね。その証言動画どっかにあるはずだけど、訴えた気がする。歴史を捏造しようとしてるから。いやでもこれができるようになったんで、いや普通の編集操作はもう下手したらなんかプレミア並みに快適なんじゃないかな。その 4K、 あーうるさ危ねえな。 4K の GH5 の、 あの 150Mbps 10ビットの動画再生が、むしろそのプロキシー作ってないのに、iPad Pro の方が再生スムーズだから、下手したらもう本当快適。そこの粗編集だけは iPad で今後もやりたいと思うぐらいのレベルで快適なんで、これはまずね、大きな進歩とさらに発見ですね。こうなんか本出て難しいな。でそれが1点ね、まあ、いいところはそこかな。だからかなりね、編集作業としては、やりやすい部分に入ってきた。ただやっぱり細かいところの あとね、これ大前提はやっぱりプレミアと同等を目指してないっていう、いろいろこう割り切った上で、議論してるっていうところはまあ差し引いてくださいね。その全くプレミアと同じことをできるという期待を持ってやったらそんなことはダメで、まあ、できるだけ前から言ってるように素材はいいものを用意して、細かい素材の加工とかはしないでいいという、もうなんか最高の食材を用意して、もうこれ調理しなくてももう素材だけで生で食べても全然美味しいじゃんっていう状態で料理してるようなもんだから、そこの前提とかはいろいろ違うんで、そこはこう加味した上で聞いていただきたいですけど、でその上で、そこが快適になってる、編集が快適になってるけど、まあ、細かい不具合は気になるところはいくつかあって、特に、なんかタイムラインに一括で、動画のクリップを投入できるんだけど、その時にデフォルトでね2秒のフェードインフェードアウトのトランジションが全部のつなぎに入るんですよね。あれデフォルト変えれるか全部なしにするか
どっちかにしてくれよと思って、あのデフォルトのフェードインフェードアウトトランジションマジいらないと思って、だから最初にやる作業がそれを全部削るっていう作業をしなきゃいけないのはすごいうざい。あれはどっかでフィードバックして改善してほしいな。ちょっと落ち着いちゃったんで、後半にもしかしたら続きの話を僕が覚えてたらします。でこの話面白いかな。よし、あ、なんか微妙に涼しいな。微妙に。なんかすごいコルベットがファンキーなおっさんのコルベットが通り過ぎていった。いや、なんかピンマイク音がおかしい問題、確かにあの定常的に音が悪いわけじゃないけど、なんかバックパックを脱着したりとかした時になんかガサガサ確かに音が入ってて、なんか擦れてるというか、なんだやっぱ接触不良なのかな。なんか接触不良の音のようにも見えなくはないけど、謎ですね。なんか安定してる時は、今までみたいにドリ散歩みたいに普通にしてる時は出ないけど、その GH5 を取り出したりしまったりっていう操作ってあんまり今までのドリ散歩でそういうアクションをしてなかったから、実は気づかなかった罠なのか、本当にフローズンマルガリータ、効果で、壊れてしまったのかがいまいち見極められないけど、とりあえず今日のやつは、もう一回ピンマイクの端子をネジ止めをきちんと確認してるから、これでまだ起きてたら結構な確率で水没問題な気もしてきたな。水没で確実になんか接触が悪くなってるっていう感じは確かにする。ちょっとそれだとショックだけど、まあこの、iPad 動画編集、作業と合わせてやっぱりピンマイク、ワイヤレスピンマイクが欲しい。あのロードリンクってやつ、ロードのワイヤレスピンマイクのシステム自体はやっぱり欲しいので、まあどっちにしてもそっちを投入するかちょっと悩んでおりますが、どうしようかな。悩ましいな、ただただ悩ましいな。ちょっとマイク沼ひどいでしょう。ワイヤレスマイクどのくらい使えんのかな。なんかね、最近すっかりワイヤレス恐怖症まではいかないんだけど、ワイヤレス不信若干あるんだよね。ワイヤレスマイクってなんか、お、すごい、なんかオールハンズ的なのやってるな、この会社。見えたかな、今窓の内側ですごいいっぱい人たちがなんか会合みたいなのしてた。ワイヤレスどのくらいこう、なんかそれでノイズが乗ったりとかしたらそれこそ使い物にならないからな。ちょっとね、悩ましい。さあ帰りどうしようかな。なんかまたこの GH5 で動画練習するための撮れ高を撮らなきゃいけないんだけど、あんまないな、ネタが。またカルロスフォトで撮ってもしょうがないしな。どっか寄り道するようなとこないかな。なんかないな。
あとやっぱり iPad ソリューションではカメラを絶対2つ以上使っちゃいけない気がするんですよね。なんか複数カメラをミックスした瞬間にはまたブーステッドボードの人がいる。複数カメラをミックスした瞬間にもういきなりワークフローが複雑になってやめた方がいいっていうことになりそうなんで、あの意地でもその1個のカメラで取り切った方がいいっていう意味ではあれだよね、このもう GH5 で今日決めたらもう GH5 を意地でも使い続けるみたいな、そういうあれが必要。あ、そうだ、俺なんか前半になんか何の話してたっけ、なんか後半時間があったらこの話もしましょうかみたいなところで止まってたけど、何だったっけ、 iPad の編集だったけど、あのキーボードでショートカットでほとんど何でもできちゃうよっていうところは素晴らしいっていう話はしたけど、あと何話そびれてたっけ、ダメだ完全に記憶がない完全に午前中に話してた、どこまで話してたかの記憶がぶっ飛んでる。なんだっけ、すげえ気になるけど。あとあれはみんなのあの iPhone X、 あ iPhone X の話した、午前中 iPhone X、 あの一応僕も予約できたんですけど、予約できたと思ってるんだけど、じゃあ若干また1個あの Apple Pay ね、なんか昔の住所がなんかバインドされてて、変えても変えてもクレジットカードの住所が新しいトランザクションのたびに昔の住所に戻っちゃうんだけど、あれなんとかしてくんないかな。なんか US のクレジットカードって結構、まあ場合にもよるんですけど、結構ガソリンスタンドの、あのガソリンスタンドの機械レベルでも郵便番号のマッチングしないとカード使えないぐらい、ジップコード5桁のジップコードは結構チェックされるんですよね。で、あの前の住所にあのビリングアドレスが設定されていると郵便番号が違うんで、結構それで怒られるケースがあるんだけど、 iPhone X は一応通ったんだけど、あのちゃんとコンファーメーションメール来たんだけど、本当に大丈夫なのかっていうちょっと僕の中での不信感がそこにもあるんだけど、大丈夫かな、なんか後でやっぱりダメよってことになんないんじゃない、なんじゃないかっていうのがすごい心配してるんだけど、そういやでもクレジットカードがさっきアイスクリーム屋さんで、またなんかエラってたから、それなんか昨日のそれも影響してんのかな、なんかもしかしたらまたそこでトランザクションペンディングとかにされてキャンセルとかされたらショックなんですけど、それありえるな、やばいな、なんか違う郵便番号で行ってて、いざアップルで課金しようとしたらエラーになっててキャンセルされてた、怖え、絶対それあるじゃん、やばいな、どうしよう、ちょっとドキドキしてきた、もうそしたらペン買わないよ本当に、もういいよ諦めついて、もうそもそも愛を置けば買えなかったら買えないでいいかなっていう、ちょっとそういう気持ちはなきにしもあらずだったんだけど、諦めちゃうよ本当に。あれなんか野球イベントが今日朝、すれば子供たちが AT&T パークに集まってたけど、イベントがあるのかな、なんだ、なんかこいつがピー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 出した、そうで10はね、でも一応予約はできたけど、僕のケースはすごいあれでしたね、どういう状況でやったかっていうと、あの iPad アプリと iPhone アプリと、PC のブラウザーで、3箇所で、ま、犬のおしっこがおお、危ねえ危ねえけど、めっちゃおしっこが
飼い主が無理やり引っ張るから余計におしっこ地帯がすごい横に広がってて大変なことになったけど、そう3個のデバイスでひたすらリロード、0時きっかりからやったんだけど、全然なんかお待ちくださいっていうか今準備中ですの、1回ストアがクローズしてるっていうページがひたすら出て、アプリも終了して立ち上げ終了して立ち上げしてても全然トップページ出る気配が全然なくて、あれと思ってストアの時間になってもストアの開放が遅れてんのかなとか、なんかエラーとか思いだったらいいんだけど、そうじゃなくてお待ちくださいのまだ準備中ですのページがすぐ出てくるから、なんかねいつもとちょっと挙動が違うなと思って、しかもツイッターとかグルドンとかのフィード見てても結構みんなも同じような感じで、あれなんかスタート遅れたみたいな感じで同じような症状が出てる人たちも一定数いるんだけど、その一方でなんかお疲れさんとかは変えたとかって言ってるから、と思ってどういうことと思ってすごい混乱してたんですけど、結局あれなのね、トラフィックでもうひたすらアクセスが過度だから、もうアクセスできない人はひたすらお待ちくださいのページに飛ばしてたってことなのかな。レスポンス早く、かなりその振り分けがなんかもう潔くやられてたから、だからもうひたすら運がよくリロードリロード繰り返して根気よく繰り返してたまたま入った人がウェブサーバーの順番待ちにうまく入った人だけが、ちゃんとしたページ見れてて、そうじゃない人はみんなもうお待ちくださいのサイトに飛ばされてるとか、そういう感じだったのかもしれないですね、残念ながら。それでね、結局僕は10分弱ぐらい、繋がんなかったのかな、その3つのデバイスで同時に。でバタバタしてるうちに、もう僕が最初につながった状態で、17日発売到着予定みたいな、17日ってだからもう2週間後近いっすよね、発売からね。3日が最短だと思うので、17日出荷のスロットにもういきなり飛ばされて、まあ一応結果的にそれでは買えたんだけど、発売日ゲットはならずでした。まあもう8プラスがあってもうこれは予期してたから、全然ある意味もう8プラス買った俺正解って感じで、この心の余裕がね全然違うんですけど、まあそれにしてもちょっと悔しいなっていう状況ではあると言いながら、ちょっとその GH5 取れ高を稼ぐために、移動してきましたよ。ちょっとここら辺で一回またこのカバンを落とすときに、ノイズが乗るかどうかのテストも兼ねて、どうだろう、ちょっとでも朝より慎重にカバンを操作してるけどね。これ GH5 を取り出しつつ、ゴミットも取り出しつつの、もう一回できるだけガサゴソ言わないようにバックパックを背負い直して、でですよ、でこいつを装着して、でちょっとここら辺のこの海沿いのこの気持ちいいところを撮るべきかな。シーンチェンジ動画的な感じでここら辺をこうザーッとね、ここすごい気持ちいいんですよね。ランニング道路になってるから舗装されてていい感じに、これドローン飛ばすにも最高だと思うんだけど、ケーシーでいうランニング朝してるところの感じだよね、海沿いでね。まあここでランニングできるようになったら僕のランニングも一丁前になるんだけど、なかなかまだ外で走るっていうのが勇気がない、勇気なのかな、なのか分かんないけど、なかなかそこまで到達してないけど、
さ、じゃあここら辺でこれでもう、取れ高的には取ったと思うので、ちょっとね、GH5 の Vlog の撮れ高を撮るためにいつもよりも会社帰りに寄り道してますけど、ここはなんかパブリックフィッシングピアって書いてあるから、あ、ここはね、でこの目の前にね NAB のバスケットボールのコートが今建設中だから、こういう風な機材がいっぱい、立ってるんですけど、あ、ここはねフィッシングなんだ。あ、本当はここでね、いつも釣りしてんだけど、今日は釣りしないっすね。あっちにいた。ここで取れるかな。怖え。怖えな。あ、いけそう。お、すごい。このちょっと今向こうからこうずっと歩いてきて、こっち来てみたんだけど、あれだね、ここにちゃんと本当釣り竿を引っ掛けるようなところがあるのね。ここにじゃあ、あ、これいいんじゃない。怖えけど、お、これすごいかも。なんかちょっとブクブクしてるけど、今さっきの釣り竿を引っ掛けるところにゴリラポットの足引っ掛けて、GH5 を、このなんつーの、このせり出したところに、これ結構危ないアングルに立ってると思うんだけど、立てて、うわ、これ風でブルブルしてる。撮ってます。どうですかこの景色。ただそれだけなんだけど、なかなかね、まだGH5 と iPad Pro だけで Vlog を撮るっていうのに、試行錯誤は続いてますけど、引き続きいろいろアドバイスいただければ。テキストがねしょぼいっていうアドバイスをまず第1回ではもらいましたけど、まあ、あれはまあ第1回ということで、徐々に、ちょっとずつ良くしていくので、温かい目で見守っていただければと思いますけど、あと音ね、音がどれくらいこうちゃんと取れてるかも、昨日のやつとか音どうだっただろうと思ってちょっと気になってます。じゃあもう、取れ高的にはあまりないけど、一旦これで帰るか。でも今日これからまだあれだね、時間が早めだから、金曜日早めに帰ってきたから、なんかネタが取れるといいな。もう完全に取れ高のになってんじゃんお前っていう話だけどね。よし、よいしょ。あ、ここ道悪い、ガタガタしてて。あ、釣ってる。釣れてんのかな。こっから道よくなんだけどね、一瞬めっちゃ悪い。自転車の人たちも通りやすいのかな。よし、あー気持ちいい。気温的にはちょうどいいな、結構。 iPhone X がね、確かにグルドン見てるとすげえみんな盛り上がって iPhone X 買う買うって言ってたけど、一応今日会社に行ったら iPhone X 買ったっていう話題になったのは、まあ日本人の同僚とは
まあもともとそういうのをよくする話をするからまあ話題になったけど、ローカルの現地の、人からは誰もその話題振られなかったし、なんかあんまり買った感じもしなかったな。なんかもうあれなのかな、みんな結構冷静になってる気がする。結構 SE 使ってる人が、ほんと SE 派の人多くて、なんかもうあと意外と Android 派の人も多いから、iPhone に対して冷静感は、逆に言うと冷静じゃない感は日本人の方が強いような気もするけど、日本人なのかな、うちらの周りだけなのかな。まあでも新しいものはいいから、いいものはいいんだけど、つうことで、俺ほんと午前中に何の話しようとしたのかだけが全く思い出せないことがすごい不甲斐なくてならないな。何だったんだろうか、すげえ気になるぜ。今日こそ荷物回収しないと、結構フロントに荷物が溜まってしまってる気がする。お、じゃあそんなところで、ちょっと音がどうなってるか心配ですけど、またその音のフィードバックもよろしくお願いします。